お腹が空いたな。お菓子が食べたいな。おーい、カン君、お待たせ。お菓子持ってきたよ。じゃーん。さあ、たくさんお菓子がある。食べる？食べる。お、よし、じゃあ僕のチョコレートからどうぞ。もぐ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 。どう？もぐもぐ。とっても美味しい。そっか、よかった。じゃあビスケットもあげる。うんうん、パリ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 、とっても美味しいな、これも。よし、じゃあ次はペロペロキャンディーもあげるよ。どうぞ。ありがとう。ペロ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 、早いな、食べるの。ペロ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 、もう食べちゃった。じゃあじゃあじゃあソフトクリームもいくぞ。ペロ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 、いい食べっぷり。もう全部なくなっちゃったね。食いしん坊カン君、なんだかお菓子食べたらとっても眠たくなってきちゃったな。ダメダメ、まだ寝ちゃダメだよね。そうだよ、うん、寝る前に歯磨きしなきゃ。そう、歯磨きをしよう、うん、めんどくさいな。そのまま寝てやるんだもん。シャカシャカしようよ。そう、しようしよう。やだやだ、このまま寝ちゃうんだもん。 あらあらあら、ぐー、あ、まだまだね。大変、こちゃん。これはダメだ、もうどうなっても知らないからね、うん、なんだか起きたらとっても歯が痛いんだ。大変、歯磨きしないで寝るからだよ。じゃあ歯医者さん呼ぶよ。歯医者さん。おい、どうしたんだい美穂ちゃん。カン君が大変なの。なんだ、あ、これは歯磨きしないで寝たね。ねえ。よし、先生に任しおきなさい。ピカピカにしてあげるから。カン君、ちょっと痛い時もあるからね。え、やだ。任しときなさい。これで大丈夫。うん、カン君どう？これからは食べたらちゃんと歯磨きします。うん、みんなも食べたら歯磨きしよう。シャカ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 。